番組ですね、はい、向こうさんの番組の思い出を聞いていきたいと思いますよ。はい、さて今回はこの方が来てくれました。どうぞ。こんばんは、長澤美希です。びっくりした。急に大きい声がびっくりした。すいません、長澤さんじゃないですか。一気にテンション。はい、同じ事務所。そうなんですよ、わしさんがずいぶん長いお付き合いで、あの、私がやってる番組にもよく来ていただいてるので。そうなんです、はい、ビッグバンです、はい、他人の気がしない、はい、お家も近所。そうなんですよ、はい、そうなんですか。そうそう、なんかね、割と笑えへんぐらい近所ですよ。そう、スープの冷めない距離です。そう、マジで5分ぐらい、徒歩5分圏内らしいの、はい、もうわしさん、そんなに私のことが好きだったら言ってくださいよ。最近引っ越してきたんですよ、うちの近所に。そう、後付けで、じゃあ好きだ。じゃあ好きだ。じゃあ好きだってなんだ、じゃあって。でもあの辺いっぱいいるらしいじゃないですか。まあそうなんですよ、だから。みんな好きです。みんな好きです。今2人とも名前は言えないけども。そうそうそう、いろんな美女たちが。います。